はい、吹き水プレイです。プリンスのマクタさんです。よろしくお願いします。はい、今日は EXO3 のレベル95と98、まずこれ行ってみたいと思います。はい、来年の2月です。はい、詳しい情報はこちらへ。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあどっちか言いましょうか。95からお願いします。95から、はい、はい、やってみましょう。95です。ちなみにこれすごい目が細かい1820です。飛ばなそうな、本来でいうと飛ばなそうなスペック。結構飛んでるかも。まあそこはやっぱりプリンスさんのグルメットだよね。この柔らかさが強いね。で、あのメスが多いのってすごいこう硬い感触のイメージがあるんですけど、すごいこう柔らかい感じが大きいですね、これ。すごいこうやって打ってて、ホールド感がすごい強い感じが出ますよ。球を持ってから押し出すと、ドーンって当たってこう前にグッて押してる、この幅がすごいある。乗ってる感じがすごい大きい。あれ今95だっけ。これ95か。だから逆にちょっとこうスピンかけるように打つと球がちょっと速く離れちゃう感じがするんですけど、ちょっとフラット気味に押していった方がいい。後ろから前に向かってドーンと前に向かって押して打ってると、すごい球がこう当たってグーって本当に押せる、あ、乗ってるなっていうのがすごいよくわかる。うん、いい音するね、それ。すごい音する。だから感触もすごい気持ちいい。うん、球がこう潰れてるような感触がすごい大きいので、うん、だからフラット系の方には本当にすごいいいのかな。ちょっと握りの厚い、こうやって薄く打つとやっぱりちょっとこう重い感触になっちゃう。ちょっとしんどい。ちょっとしんどい。うん、だから握りが厚くて後ろから前に向かって押せるような打ち方をする方が感触はすごい。そうだね。触れればいいラケットだね。触れれば、うん、まあどうしてもスペック的にも触れる人向けで厚い当たりを心がけて、うん、まあ、スピン系よりもどちらかというとフラット系でこうガンガン打ってきたい人にはいい感じですね、これね。なるほど。はい、じゃあ98いってみましょう。98、はい、じゃあ98、はい、これはちょっと同じレベルでも目がちょっと粗いスリングパターンが、でフレームの形状はちょっとラウンドからボックスですね。はい、行ってみましょう。こうやってこっちは後ろから押すよりは下から持ち上げた方がいいかな。引っかかる感じがする。引っかかる感じがすごい出ますね。ちょっとこっちは後ろから前に押すと柔らかさが出すぎちゃうかもしれないけど、ちょっとこうスピンかけて持ち上げて打つとすごい球が逆にこっちは乗る。うん、まあ、同じスイングのスピードだったらやっぱり楽にスピードが出るのはやっぱり98の方が出るよね。うん、球もやっぱりこうちょっと飛んでくれてる、ラケットのこうボールの力で当たってこうホールドしてからパンと出してくれる感じをこっちの方がかなり出ますね。うん、だからそのちょっと飛びが出る分こう後ろから極端にフラットで当てちゃうとこの反発力が出すぎちゃうかもしれないんで、しっかりこういったスピンかけて落とすっていう感じの方がいいですね。うん、まあそう考えると、まあスイングにちゃんと忠実に動いてくれる感じなんでしょ、ボールは。そうですね、オールラウンドになるんだね。こっちがやっぱりこうオールラウンドに使える幅の広い感じのラケットですね。うん、グラムもね、扱いやすいもんね。300グラムだったら300だけどフレームは厚くないからね。そうですよね。うん、なおかつボックスのスロートで、ボックスのスロートでここのラウンドでやっぱ弾くっていうのは出ますね。うん、どちらかというとやっぱスイングスピードは速い方がどっちも良かったですよね。ただもう本当に極端に違うところを言えば、やっぱこっちの目の粗い、あ、して細かいこの95の方は
本当にフラット系でガンガン押し込んでいくような感じの方がすごい良かった、うん、だからスイングスピードが遅いとちょっとしんどくなるけど、ハードヒッターでフラットでこうガンガン打っていきたいんだよけど、しっかり抑えが効いてほしいっていうラケットにっていうのはこっちですね、やっぱね、うん、でこっちの98の方はちょっとやっぱ飛びが出ますね、このボックスからラウンドに変わってるここのシェイプがあったんで、ちょっと飛んでくれる分楽な感じはします、うん、これと比較したらって話です、うん、でスピンのかかりはやっぱり全然いいので、こっちはやっぱスピン系でしっかりこう落とす、スピンをかけてこうコントロールして抑えて落とすっていう感じだとこっち、うん、ですね。あとはこっちでフラットっぽく打っちゃうとちょっと出ちゃうかな、だからしっかりスピンかけてコントロールしていきたいっていう人はこっちがいい、まあ、スピンの量で距離をコントロールするには向いてるってこと、ね、はい、うん、ただやっぱりどうしてもスペック的にはちょっとやっぱスイングスピードがどっちも速い方がいいですよね、うんうん、どちらかというと男性ないしは女性とかでこうしっかりこう振り抜いて打てるような感じの方がいいと思うので、そう、ね、ラケット本来のパワーレベルはそんなにないってことですね。そうですね、やっぱ振ってこそいいラケットですよ、ね、なるほど、うん、振ってもただやっぱさっき言ったフラット系かスピン系かで分けてもらって、うん、自分のこう、まあ、そのニーズに合う方を選んでもらえれば、うんうん、はい、まあなんせ色がいいね、色がいい、黄色、黄色です、黄色好きのレベルの黄色、レベルの黄色黄色好きのあなたに、黄色好きのあなたに